ノッティンガムにやってまいりました。コロナ禍の中で初めて、イギリスにやってきたわけですけれども、今ナショナルロックダウンということで完全にお店は閉まっています。まあ、やっていたとしてもテイクアウトのみですね。さて、ノッティンガムといえばロビンフッドでしょう。ロビンフッドの彫像ですかね、有名な。これがね、ロビンフッド。ちょっとね、映画のイメージ強いんで、ちょっと随分イメージ違いますけどね。ラッセル・クロウよりも、なんだっけな、名前忘れちゃったな。その一個前の俳優の、ハリウッド俳優の映画が良かったですけどね。いや。いや、ノッティンガムはかなり街並みに雰囲気ありますね。まあ、イギリスはもう田舎もどこも同じような感じかなと思ってましたけど、かなり街歩きだけでも楽しめちゃうな。雰囲気ありますね。ノッティンガムもノッティンガムは結構大学があって、もう街中に2つぐらい大きいのがあるんですかね。結構学生の街って私は情報で見たんですけど、そんな学生の街にしては随分古くて歴史あって雰囲気あるなっていう感じですね。
最近ノッティンガムに、新観光名所ができたんですけども、それがこちらです。バンクシーアートですね。まあイギリスならでは、まあパレスチナとかにもありますけど、イギリス人のバンクシーが最近描いたアートですね。この自転車と対になってるというかペアになってる、そんなアートです。早速もう保護されてますね。まあわからない人から見ると一見普通の落書きですけどね、もう数億円という価値を持つようになったりするんで、はい、コロナが始まったばっかりの頃にネズミがくしゃみしてるようなそういうやつを地下鉄にね描いてましたけど、それは普通に清掃員に消されてましたけどね。普通の街角にポンとこう出てくるバンクシーアートでした。さあ、ノッティンガムのホテルに着きました。クラウンプラザ、本来であればプールとジャグジーもついていて、あとジムですね、スポーツジムもついてるんですけど、まあ今はコロナ禍ということで、クローズしてるそうです。非常に残念。はあ、ゆっくりと過ごします。フロアに誰もいないので、マスクを外します。あ、なんかね、人がめちゃくちゃ多い時とか、いやこれね、もう一気にみんなもうパッと消え去ってしまわないかなって、もう人が多すぎて鬱陶しいなとかね、良くないですけど心のどっかでね思ったりすることがありましたけど、実はね、人混みとか満員列車とか、いやもう全ての人がもうボタン1個でパッて消えてしまえばなとかね、そんな縁起でもないことね妄想で考えたこともありましたけど、まさか本当に人がねいなくなってしまう世界が、そういう時が訪れるとは思いませんでしたね。まあ、いなくなってみると寂しいもんですし、まあコロナだから今までこう、接することができた人とか交流することができた人とかができなくなったりとかね、非常に寂しい期間になってしまいましたね。まあでもお互いを思うからこそ、まあ距離を取ると、そういったことが必要だと思います。着いてからの PCR 検査もありませんでしたし、まあ日本人だからこれまで通り
無人のゲートで入国することができました。まあ、あまりにもあっさりとね入国できたんで、逆にちょっと怖さもありますね。例えばこのホテルですとかレストランとかそういったところで体温を測られるということも基本ありませんね。はい。日本の方がやっぱり結構徹底されてますね。まあ心身のね、ケア、まあそういった健康管理ですよね。ずっと部屋に いると、まあ運動不足にもなりますし、ね、またホテル住まいとかだと、まあどうしても調理にも限界があるんで、まあ、ルームサービスを頼まない限りは、まああったかいご飯っていうのは食べれないんで、まあ食事と、まあ運動と、まああとは気分転換ですね。うん、これをどこにいてもバランスよくして健康管理がいかにできるか、そこかなと思います。あらゆる人がね想定していなかった状況だとは思いますけど ね。ここはバーとかラウンジなんですけどね、めちゃくちゃ広いから、イギリスらしいですよね、このレンガのブリックスタイルがね。